ロスベース。はい。車の中で運気を変え、最近ちょっとね、ガチャの運気が悪いんだけども、今回ね、10連 OB セレクション、この2022年 OB 第1弾、これがね、ちょっとどうしても欲しくて、やっちゃおうっていうことで、まあ、3回目にね、まあ、確定、どれかがね、世の中でこのブーマ、欲しい。ね、ミパ同士。三冠王だからね、ブーマ、山内さん。ロッテで、ミパ同士。守備も B、欲しい。欲しい選手が多いのよ。青山。ね。まあ、用事ないけどね。青山、いいピッチャーだった。スライダー。めちゃくちゃいいピッチャーだった。ソートバンク、セッツ。いいね。9位、スタミナ同士。で、シンカーと高速シンカーね。欲しい。ね。坪井さん。ね。低弾道、ミート A。ね。一応、振り子打法でね。PL、青学、東芝通用。ちょ、忘れちゃった。ね。坪井さん。ちょっと用事ない。森さん、ね、いいピッチャーとまっすぐフォークね、固有のね、フォームもあって、タイピンついてるけども、ちい用事ないね、今の俺のチームにはね。続いて、立山、ね、お、称号で同地いけるね。まあ、いろんな球種ある。どうやろなぁ、いい用事ない。村山さん、9位スタミナ同地。ストレートフォークへ。おぉ、なんか面白そう。欲しい。ね。江藤さん。ね。江藤地は無理だけど、まあまあ、でも来たら嬉しい。続いて、山本浩二さん。欲しい。どっち行ける。山本浩二さん欲しい。ね。谷繁さん。キャッチャー、俺いるからな。タイロウッズ欲しい。欲しい、すごい、タイロウッズ。ブーマ。いや、だからさ、ブーマ、山内さん、セット、で、村山さん、まあ、江藤さん、山本浩二さん、タイロン・ウッズ。12分の7いけます。S2 個出たら完璧だね。S ランク契約書。こちらをね、ちょっと一回やっていきたいよ。レッツゴー。シーズン2欲しいね。シリーズ2か。シリーズ2欲しい。シリーズ1じゃなくて。これ絶対当たるね。分かってるから。これで運試しね。シリーズ2来たら、ほら。12分の7引けるよ。はい。木沢、シリーズ1、木沢。今年ね。だって、高津監督がね、リリーフではね、MVP って言ってたんだからね。だから、まあ、いいけどね。木沢ね。ローテーションチャレンジャー。こちらね、引くの忘れてたんで。ね。これ引きましょう。誰がいるかもちょっとよくわかんない。けど、まあ、誰が、当たるからね。だからこれからの勢いのいい選手ってことだよね。これはもう運試しだからね。さあ誰、お、西武佐藤ね。まあまあ来年ね、今年はまあちょっとパッとしなかったけど来年ね。さあじゃあ行きましょう。1回目ね、3回だから、3回で欲しいね。カモンカモン。さあ誰や、カモン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 。いやー確定だけやめて、最近確定だけ多いからな。カモン。それがもうイベントのために OB の人引いてきて、そしたらちょっとでもパーセンテージ上がる。おい、既存の選手たち、既存の、しかも B ばっかり、 A も出てけえへん。わお、これは何もない。いやーまあと。じゃあ、2回目。レッツゴー。さあ。さあ、誰ですか。いやー何もない。何もない。何もない。うわ、運気全くない。最近の。やばい。カモン。当たれ。iPad でやってきたら、もう当たるかどうか分かってきた。頭のデカさ、 VIP さんが言ってたことが分かってきた。松井裕樹、三森、足立、平井、ガンケル、岩崎、岩下、山崎達、坪井さん。いやータイロン打つ。お、流れか、タイロン打つの流れなのか。藤井選手、ソフトバンクにおいては、フォースラと縦スラの回転数、回転軸が同じになっている都合を確認しています。
修正されますだって。これもなんかクレイさんとかみんながこんなん絶対打てねえよって言って分かんないって言ってて、ライクとか修正されんだって。俺持ってないから全く関係ないけど、まあでもあれ打てなさそうだね、見たけどね。さあ3回目、12分の7、どうなの。さあ来てくれ、山本浩二さん、タイロン・ウッズ、村山さん、山内さん、ね、江藤さん、鉄ね、カモン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 。さあ、うわ、1枚か、これ確定のみか。ほんの依頼構造の桑原、おっ、おー田中康、クリアン、おっ、ロメロ、祖父江、山本浩二さん、カモン、イモリさん、流れない、流れない、全くない、悲しい。まあもう当たらなかったのはもうしょうがない。もうね、イベント回って契約書で引こう、12分の7だからね、まさか被りはないと思うけど、ここから一生懸命やります。ということでですね、まあ最後にお知らせですけども、今年もですね、スピリーグ2022ね、プロスペースね、コナミ開催されます。ロッテの監督里崎として頑張っていきたいと思いますけども、今年もね、代表選手ロッテ決定しましたね。あの継続契約選手でね、伊藤君、ライクがね、去年の雪辱を晴らすために継続選手で、であとはね、予選、皆さん勝ち抜いてもらってね、決定戦行われまして、優勝が幕張の大魔王ですね。今年こそは雪辱を晴らして一緒に頑張っていきましょう。そしてね、去年の代表のタカちゃんこと小倉君を激化してですね、萩くんね、萩野くんが、候補選手、この3人で戦っていきますけども、萩野くんもニックネーム考えなきゃいけないね。今度会う時にみんなで考えましょう。この3人で今年ね、戦っていくわけですけどもね、どんな大会になっていくのかっていうところはね、ぜひ皆さんもね、応援、してもらいたいですしですね、また一緒にプロスペースをね、盛り上げていきたいと思います。なんと里崎もですね、実はですね、予選参加しました。ホークスで、ソフトバンクホークスで参加してですね、去年は2万位だったんですけど、今年はですね9000位、ね、9000位で予選敗退しました。それなぜかっていうと、やっぱ選手が特等もなければ、あの極みにもしてない、ヘボすぎる、でも全員揃えれるっていう条件がソフトバンクしかなくてやりましたけども、9000位、俺あれ全部極めていけたら3000位ぐらいまでいけたんちゃうかってね、正直思いますけども、まあそれにしても代表にはなれないんですけどね。あのホークスで、予選落ちしてですね、代表選手になれなかったんで、気持ちを切り替えてですね、ロッテの監督として、スピリーグ戦いたいと思います。皆さんぜひね、動画の前で応援、そして、楽しんでね、あとはプロの皆さんのですね、配球とかいろんなことをですね、勉強してもらって、自分のこのプロスペースね、毎日の、試合に育成に役に立てて、もらいたいと思います。ということで、今年もスピリーグ皆さん頑張っていきましょう。ガチャの結果は思わしくなかったですけども、イベント頑張ってね、絶対引きたいと思います。それでは。